はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。ハーツ・オブ・アイアンを続きをプレイしていきましょう。前回ですね、ついにアメリカが、ドイツに対して宣戦布告、連合国側に加わったと。まあ、つまるところ、イタリアと敵対することが確定したというところが最後ね、出てきました。で、今回はその続きからになりますね。まずは、一つ。この辺りの研究を入れておきましょう。まあもうどうにもならない状態になりつつあるので、ドイツがね、このまま散っていくのはもはや避けられないんじゃないかなっていうね、かなり厳しいところなんですが、ドイツからアメリカへの参戦要求ですが、いやー、これは拒否したいな。今更だけど、拒否って選択肢ないのかな。いや、合衆国相手に戦える気が全くしないけど、拒否だな。これ以上ね、どうなんだろう、ドイツと組んでいていいのかっていう疑問しかないけど。で、軍需工場が足りないので、どうしようかな。今、充足しているものなんて、多分何一つないはずなんですが、その中でも削れるものを削っていきましょう。まず戦術爆撃機チコーニャを一旦消して、チコーニャを削った分をこの対戦車砲に入れて、とはいえチコーニャも作っておかなければいけないので、チコーニャも作ると。こんな感じでどうだろう。前回最後ね、エチオピアを解放したので、エチオピア総督国っていうのがね、できてますね。アフリカ解放軍とギリシャ駐留軍、難しいなぁ。やっぱ戦力をうまく配備していかなきゃいけないって考えると結構苦しいですね。とはマルタの攻略部隊の、準備がどこまで、いくかですね。ワールドニュースからはアメリカ合衆国がファシズム打倒に立ち上がるということで、まあ、先ほど見ていただいた通り連合国側に加わってますからね。日本の動きがどうなってるかだな。スエズ運河を持ったことに対して日本国軍も地中海に結構来てくれてますけどね。
そしたらこのマルタを攻略する突撃機動攻略友軍の第2軍は、この後本国に一旦戻して、マルタを攻略した後ですね、戻して、その間にちょっとドイツを支援するためにソビエト方面にまた軍勢を送っていきましょうか。ドイツ軍の支援といってもね、もう何もできないからな。ソビエトは今やパリも手中に収めてますね、これを見ていくと。パリがソビエト連邦の支配下に入ってますよね。やっぱりその日本がね、しっかりソビエトとの国境をもうちょっと脅かしてほしいとこだけどな。作る予定のない中戦車をこれ以上研究してもしょうがないので、もうやめましょう。今の資源の状態をちょっと見ておくと、資源的には今度は石油か、石油不足になってるのか。石油をどっからか輸入しなきゃいけないんだな。石油ですね。石油も足りなくなるであろうことは分かってましたけどね。そうなるとルーマニアからもらいたいけど、これで石油も一時的にとはいえ賄えるので、これでよしとしましょう。
まあ、正直言ってもこのアフリカをね、全部見て回る余裕が、ドイツが崩壊したことによってなくなりつつあるからな。マルタの戦いでは上陸作戦に先駆けて開戦が行われてるけど、どうなんだろう。今のところ有利に進んではいそうな感じですね。で、もう少しするとマルタの上陸部隊10師団が用意ができるので、マルタを攻略したらすかさずイギリス本、イタリア本土に入り、ドイツの支援に向かいましょう。もうドイツが圧倒的小国に成り下がってるからな。ドイツの師団数もまだまだね、数はかなりの数展開してますけどね。指揮系統もね、58分の58、ただ充足率が33%か、ちょっと装備がやっぱり行き届かなくなっているというのはあるのかもしれないですね。これを見るとブルガリアは陣営未加入と言っていいんだな。となるとブルガリアを攻めるっていうのも手ではあるけど、どっからか独立保証とかされてんのかな。ブルガリアには、まあ欲しい石油や鉄はないか。だったら無理して取りに行く必要はないですね。さあ、もうすぐマルタの上陸部隊が準備が整いますので、マルタを攻略してくどいようですが、イタリア本土に戻り、イタリア本土からソビエトを支援していきましょうという部隊に変えていきます。
さあ、これでマルタの攻略隊が上陸準備が整ってるはずですね。イタリア10師団でイギリスと自由フランス軍の5師団の守るマルタに上陸作戦を仕掛けてますが、劣勢か。倍の師団を配置しても劣勢か。ここでも開戦をしてるわけだな。第二艦隊にそもそも提督を配備してなかったな。迂闊でしたね。マルタが思ったより固く、しかもすぐに落とせる見込みが全くないな。各国境にイタリア解放軍はまとめたので、これはこれでよしとしてだ。そうするとこのアフリカ解放の第2軍を、どうしようかな。これをイタリア本土に戻しますか。イタリア解放第2軍ではなく、ドイツ支援軍ではなくて、ソビエト撃退軍という名前にして、なんとか枢軸国側の生き残りをかけた戦いをちょっとしていかなきゃいけないですね。いやー、イタリア第一艦隊もだいぶ艦艇数が減ってるなぁ、こうやって見ると。まあ、戦艦2、従順2、97とかはね、そのままですけど、潜水艦と駆逐艦の数はやっぱりだいぶ減ってますね。まあ、それそうだよなぁ。生産のラインを見ていただければ一目瞭然なんですけど、海軍の船の造船所がやっぱりちょっと少ないんですよね。で、それに伴って今だとこの戦艦のリットリオ級1隻作るのに、まあ3.8年後になってるんですよね。まあ4年後に1隻やっと就航できると。で、このマメーリ級の潜水艦に関してもまあ2年後で、駆逐艦に関してはどうでしょう、これ5年後とかですね。いやー、これだとちょっと厳しいな。軽巡も、まあ、こんだけありますけどね。違う違う。年に2隻ですね。ごめんなさい。年に1.78隻作れますと。で、輸送船団は月に1隻。チクローネ級は年に5隻。で、戦艦に関してはさっき言った通りで4年後。って感じですね。
お、リトライしてるな。ただあそこの五師団って結構強い五師団なんでしょうね。マルタを守る五師団。ちょっと内訳もう一度確認しますか。自由フランスが2師団に、イギリスが3師団。お、なんかドイツが少し盛り返しつつあるんじゃないか、これを見ると。ベルリンまではまだまだ遠いですけどね。まあ、一つあるビシーフランスが、まあしっかりフランスを治めてくれれば、それはそれで全く問題ないですからね。傀儡国としてね。で、チコーニャが古い装備になりましたので、旧式化してますね。チコーニャを新しいアルチオーネに変えていきましょう。そうか、エチオピアから軍需工場が一つ減ってるから生産ができてない状態になってるな。なるほど。ってことはどっかで一度生産のラインを見直してあげなきゃいけないですね。いやー、日本のこの日商場だが、だいぶこのアフリカでも見えるようになってきて、なんかちょっと嬉しいな。アジアでは依然として日本頑張ってますね。マーシャルでは日本がいるんだな。まあ、でもこれを見るとやっぱり日本もアメリカと開戦して正しかったのかっていうのはね、ちょっと疑問がありますよね。日本から歩兵大隊がハワイに向かってるけど、このハワイが攻略できる見込みなんてないだろう、日本は。相変わらずね、中国まだ倒しきれてないですもんね。この辺りをね、取れれば、広州一帯を取れれば、日本もね、資源的に有利になると思うんですけどね。で、インド独立への呼びかけが最近激化しているということですね。このイギリス領インド帝国になってるここを解放することができれば、イギリスも大ダメージになると思うんだけどな。ここにね、兵を出してく余裕が全くないですね、今。ビシーフランスが本来のそのフランスの領土をまあ獲得していっている感じになってますね、皮肉にも。まあ、ただビシーフランスはまあ我々
の味方っていうかな、同盟国なので、まあそこはそれで全然いいんですけどね。と言いつつ、どうだ、ドイツがちょっと復活の兆しがあるな。このままちょっとこの勢いをなんとかね、確かなものにしてもらうためにも、やはりこのソビエト劇大軍21師団を一刻も早く送り込みたいですね。マルタの海軍基地の攻略は不可能なのかな。全然進む気配がないけど。平均充足率 4%。 4% とか言われるともう絶望的な数値にしか見えないな。今の割り当てで見ると、補充が優先度中になってるので、まあ良しとして、あとはもう人的リソースがないので、これ以上人が徴兵できないっていうね、状況にはなってますからね。いや、人がこれ以上出せないって、いや、日本軍すごいな、こんなところまで。よく兵を出してくれてますよね。いや、本当にありがたい。日本の国力、侮りがたいものありますよね、こうやって見ると。で、ソビエト撃退軍がもう少しすると港に到着するので、そしたらいよいよ、ドイツをね、支援していきましょう。いやー、日本からいよいよアメリカはもう相手取って戦争しろって言ってきてるけど、日本はな、今アフリカに協力してきてくれてるからな、ここは拒否できないな、了承しましょう。日本軍なくしてこのスエズ運河の防衛は無理ですからね。アフリカはこれで片がつくとしてだ。自由フランスが徐々になんか巻き返しを図ってきてるのが気に入らないな。自由フランスをいっそのこと、
から追い出すっていうのも手だけどな。まあ、ドイツがちょっと復活の兆しが見えてきてるっていうのは本当に嬉しいな。このままドイツがベルリンを奪還して東にね、進んでいってくれればいいですけどね。まずはフランクフルトからかな。フランクフルトの奪還もでももうその日は近そうな感じにも見えるけど。いや、あそこまで行ってよくでも巻き返す力があるな。もう完全にソ連に降伏するモードかなと思いましたけど。いやー、ここはもう南北に分断されてますね、ドイツは。アフリカ領ドイツ。イタリアとも国境をついに接したか。危険だな。侵入してきたもんね。そしたら上陸というか日本、ソビエトに向けて、移送中の師団を一度アフリカ領を自由フランスを駆逐させることに従事させていきますか、先にね。マルタの攻略はもう不可能なんだろうな、きっとこれ。行く気がないもんね。いや、にしてもひどいよな。充足率が4%とか言われてもね。いや、4%で戦いに行けとはちょっと言えないよな。せめてね、半分ぐらいの、その充足率がないとね、送り出せないですよね。というところでですね、時間が30分、35分になろうかというところになってますので、今回は一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。